皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は夏門20世紀の夏休みのファミ通紹介をしていきたいと思います。よもぎ町は楽しい夏のイベントが満載です。お祭りに参加しましょう。よもぎ町で開催される夏休みのお祭りには子供から大人までたくさんの住人が参加します。ラッパ森探偵事務所で仲良くなった子供たちと会場を歩き回ったり、みんなと一緒に盆踊りを楽しんだりもできます。屋台でゲームに挑戦できます。屋台では射的やスマートボールなど懐かしい遊びをモチーフにしたゲームに挑めます。ゲームの成績に応じて景品をゲットすることもできるので、記録を更新したり景品のコンプリートを目指したりする楽しみもあります。花火屋さんをお手伝い。よもぎ町には制作中の新作花火について悩んでいる花火屋さんがいます。彼は観客の視点から新作花火に対する意見が欲しいようです。花火屋さんを手伝って花火大会を成功に導きましょう。花火屋さんのお手伝いでは花火大会のプログラムを考案できます。打ち上げ試験の感想を伝えて花火屋さんをうまくサポートしましょう。街の便利な移動手段。舞台となる街は電車やバスなど様々な手段で移動できます。さらに簡易トイレやマントを使ったユニークな移動手段も用意されていて、探索がしやすくなっています。街の周辺を走るバスは現金または回数券で利用可能になります。バス停に出向かわなくてもどこからでも乗車できる利便性の高さも魅力です。ゲームを進めると天狗のマントを用いた空中散歩が楽しめるようになります。オープンワールドならではの自由度の高い探索が堪能できます。工事現場など目にする簡易トイレも本作では移動手段になります。簡易トイレに主人公が入るとなぜかアスバ荘のトイレにワープできます。急いで帰宅したいときに便利です。なんかそういうワープシステムってあるのいいですね。なんかとある会社のゲームでは なんかワープパッドっていう、そういうワープできるやつがあったりしましたね。他にもなんかある移動する場所に、ある場所に行ったらとある場所にワープするというシステムもありましたね。どんなゲームかはご想像にお任せします。というわけで今回はこの辺で、夏門20世紀の夏休みのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。